アドリアナ・フランチェスカ・カリマダ・シューバは、ブラジル出身のファッションモデル、178センチメートル86から61から89、ビクトリアズ・シークレットの特別広告等にあたるエンジェルの一員としての活動が最もよく知られており、世界屈指の収入を誇るファッションモデル、2000年代以降の西洋世界における代表的なセックスシンボルの一人と目される人物でもある。 アスク名によれば、フランス人、ポルトガル人、ネイティブアメリカン、日本人、およびカリブ人の根血。ビクトリアズ・シークレット、スイムスペシャルのインタビューにおける本人の主張によれば、日本人、黒人、および西インド連邦人、カリビアンの意味の根血。だが、日本の地は1、16以下である。サルバドールに生まれ、1987年から6歳の時に、 父親が蒸発した。小学生時代から地元のミスコンにたびたび出場し優勝するなどしていた。13歳当時、地元のショッピングモールで買い物中にスカウトを受け、15歳時にモデル事務所、フォードモデルズ主催、スーパーモデルオブザワールドのブラジル場所に出場、優勝を経て、さらに世界決勝戦で準優勝。1997年に米国、 ニューヨークへ移りモデル事務所のエリートモデルマネジメントと契約、ファッションブランド、アナ、スイのショーが初仕事となった。デビューの年となった1997年に、早速、アンナ・モリナーリの広告の仕事とブラジル版、マリクレール氏の表紙の仕事が舞い込み、エマニュエル・ウンガロや、バルマンのショーを歩くなどして着々と実績を重ねつつ、あった1999年頃、 その経歴を通して最も著名な仕事相手となってゆく、ビクトリアズ・シークレットとの契約を獲得、ほどなくして、同ブランドのショーやカタログなどへの登場を開始し、同ブランドの広告等的なモデルにあたるエンジェルの一員となった。ビクトリアズ・シークレットのブラジャーを手に、ラルフ・ローレン、ベラ・ウォン、エンポリオ・アルマーニ、フェンディ、並びに、バレンティノなどのブランドのショーを歩いていた2000年頃、 ファッションブランド、ゲスの広告等へ。それからというもの、ビクトリアズ・シークレットの仕事以外にも、2003年における、メイベリンとの化粧品契約、並びに2005年における、イタリアの巨大携帯電話企業、イタリアテレコムとの広告等契約などが注目を集めた。メイベリンにおいてはスポークスパーソンに就任し、それから2009年に至るまで、広報活動を継続していくこととなる。 イタリアテレコム関連では、イタリアのキャサリン・ゼタ・ジョーンズとして知名度が上昇するに、至った。ビクトリアズ・シークレット・ガラミでは、2004年、エンジェルズ・アクロス・アメリカと題された、このブランドの大規模なツアーに、タイラ、バンクス、ハイジ・クラム、ジゼル・ブンチェン、およびアレッサンドラ・アンブロジオの4名と共に参加、全米を巡業することとなった。2005年は、米紙、 フォーブスの調査による世界で最も稼ぐモデルの一覧に初登場した年でもあった。それからというものこの一覧の常連となり、さらに2007年には雑誌ピープルの企画世界で最も美しい100名の特集に登場。2008年に出演した米国の国民的スポーツイベントにあたる NFL の優勝決定戦スーパーボウルのテレビコマーシャルは1億人以上に視聴されることと、 なった。仕事を続けながらの結婚、妊娠、出産を経て、2009年には、ジバンシーの広告等へ、以後も、ボーグや、L の世界各国版や様々なハイファッションブランドの広告に登場し、2012年からは、ダナキャランの広告等ともなった。第2子の出産があったこの年には、タイヤメーカー、ピレリの翌年度版カレンダーへの同市上初の妊婦としての登場が話題となる。 さらにその出産からわずか8週間でのランウェイ現場への復帰が注目を集める次第ともなった。マリサ・ミラー並びにセリタ・エバンクスと共にビクトリアズ・シークレットのモデルとしてキューバのグアンタナ・モベイ軍基地を移動に訪れた2007年のリマ2013年にも様々な下着ブランドをはじめミューミューやダナキャラなど各種ファッションブランドのイメージモデルを務めた。2014年には スペイン初のファッションブランド、デシグアルのイメージキャラクター兼広報大使に就任。同ブランド初の広報大使で、スペインをはじめ、フランス、ドイツ、イタリア、オーストリア、並びにベルギーなどの欧州各国において、同ブランドのテレビ CM に出演している。同年には、メーベリンとの再契約もあり、スポークスパーソンとして、同ブランドの広報活動を再び言ってゆく運びとも、なった。 ホーブス氏の世界で最も稼ぐモデル特集に2005年から継続して登場。それによると2007年の収入はおよそ700万ドルで2008年の収入はおよそ800万ドル。両年ともジゼルブンチェン、ハイジクラムおよびケイトモースに次ぐ4位。2009年の収入はおよそ750万ドルで2010年の収入はおよそ800万ドル。 2011年の収入は、ジゼル・ブンチェン、ケイト・モス、およびナタリア・ボディア・ノバに次ぐおよそ730万ドル。2012年は、ジゼル・ブンチェンとミランダ・カーに次ぐ600万ドルで、2013年は、ジゼル・ブンチェンに次いで、ドーチェン・クロースと並ぶ800万ドル。2014年も、ジゼル・ブンチェンに次ぎ、カーラ・デル・ビーニュと並ぶ900万ドルであった。いわゆる、下着モデルとしては、ハイジクラムに次ぐ、 世界第2位の稼ぎを有するモデルに当たる。カネティより各種ソーシャルメディアの配信にも着手しており、2014年時点で、ツイッターのフォロワー総数140万、グーグルのフォロワー総数150万、インスタグラムのフォロワー総数220万、フェイスブックのファンの総数540万を計上。これらの総計数は現存する、あらゆるモデルのそれをしのぐ頂点に当たる。 ツイッターのフォロワー総数は2015年時点で182万を計上。インスタグラムのフォロワー総数は同年時点で510万兆を計上している。ミドルネームはフランセスカ。すなわちフルネームアドリアナ・フランセスカ・リマ。ニューヨーク在住、経験なカトリック教徒、教会のミサに毎週通うという、ランウェイの現場に聖書を持参することなども有名。合わせて、 その信仰に関する著名な逸話として、しばしば引用されるものに、公開の場で自ら語った、自身の低層意識についての発言がある。2015年、カンの国際映画祭にて、処女を告白。編集2006年に受けた雑誌、GQ のインタビューにて、自身が処女であることを告白。いわゆる婚前交渉の否定にあたる考えを有しており、それも自身の信仰に基づくものと考えられた。 曰くそれが自身の選択であり、結婚以前の性交渉はあり得ない、との胸や妊娠中絶反対の胸などを、普段のインタビューにて断言。そのインタビューが掲載された同号は、同志の同年度最高売り上げを記録。世界最高に魅惑的な少女と同志に称えられた。ファーストキスは17歳、その相手となった少年から直後に求婚を受けたという、モデルとなって以後、 ミュージシャンのレニー・クラビッツと2年間に及ぶ交際を経て破局した後、ヨーロッパの王族の中でも屈指の不裕度を誇るリーテンシュイン王家の一員にあたるベンチェス・ラウス講師と交際。結婚。編集2009年にセルビア出身の NBA プロバスケットボール選手で2歳年上のマルコ・ヤリッチと結婚。出会いは2006年のことで、 その2年後の自身27歳の誕生日に婚約。3年間の交際を経ての結婚であった。同年11月に第一子となるジョジを出産。そして2012年3月に第二子の妊娠を発表。9月にジョジを出産。それからわずか2ヶ月で仕事を再開し、ビクトリアズ・シークレットの馴染みのラムウェイに姿を見せた。2014年に離婚を発表。5年間の結婚生活であった。 ありがとうございます。